っちゃアイスなんだけど、めっちゃ並んでる。アイスで有名な宮原がんっていうメニューもね、日本語もあるみたいで、なんだろう、何が美味しいのか分かんないな。でもおすすめのマークには目のマークがついてますね、眼科。普通に日本語メニューで言っても番号が対応してるんで、こんな感じで並んでる間に注文を聞いてくれます。めちゃくちゃ並んでたんで結構待つかと思ったんですけど、そうでもない、意外とスイスイしますね。店内はこんなです。流れるようになんか体質作ってます。作ってる。店員さんが試食をくれるんですけど、何が試食したいとかじゃなくて、ランダム性で試食をくれます。めっちゃうまい。合計180元、255番で、あそこに番号出てますね。もう並び始めてからそんなに経ってない、20分ぐらいで会計までたどり着きました。一人でちょっと映えそうなアイスを買ってしまいました。しかも2個、これ巨峰となんだっけ、バナナかな、でなんかトッピング2個で選んで、パイナップルケーキとチーズケーキっていう、どっちもケーキにしてしまうっていうところがポイントです。まあ食べてみます。バナナはめっちゃ美味しいです。というわけでアイスを食べ終わりました。結構濃厚で美味しかったです。でここから台湾のね、飛ばさないランタンフェスティバルがあるので、そこまでバスで行きたいと思います。バスで40分ぐらいって書いてあったんだよね。目指してバス、とりあえずバスをね、台中の駅から出てるみたいなんで、そっちを目指します。バスだと思ってたんですけど、電車で行けるみたいで、電車で30分ぐらいフーリーステーションまで行けばいいみたいです。電車に乗ります。車の音は黒電話。しました。ここから歩いて7分ぐらいですね。結構寒いっす。台中の街中は暖かかったんですけどね、日が傾いてきて結構寒くなってきてます。それにしても人が多いと、なんとなく読める感じ。いい、とりあえず改札の外にやっと出れました。このままね、人の波に乗っていきます。まあいつも通り屋台みたいなのが出てますね。どでかく、どでかく印書いてますね。日本語も聞こえて、日本人もいっぱいいるみたいです。結構すごいですね。結構広そうな会場で、ちょっとぐるっとゆっくりね、回っていきたいと思います。那边有一个自拍棒举很高的，自拍棒举很高的，来。何これ？再多加一点，ありがとう。然后呢？しかもなんでこれが入場無料なんだろう。好了，答对了。答案是文化局的。各位小朋友。これがメインの木っぽいですね。これがつくことで今日も始まったよっつって、ここからぐるっと、ね、人めちゃくちゃいるんで、ゆっくり回っていきたいと思います。今年の干支がネズミなんでね、一応ネズミがテーマみたいです。すごい、舞浜にいるネズミはもちろんいません。さすが台湾、絶対にあれですね、一人で来るところではない。なんかこう人とワイワイしながら見るのが楽しいはずですね。とまあいろんな演出があったりですよ。すでに広さを感じてます。結構いろんなところでイベントがやってて、いろんなエリアがあるみたいですね。
日本一みたいにもなってるみたいです。せっかくなんで食べたいものがあれば食べちゃおうかな。このね、唐揚げをまた買いました。これがうまいんだよな、うん、絶対にビールと飲みたくなるっていう罠。なんか肉まんみたいのも買おうかなって思います。そしてですね、肉まんみたいのを買いました。これ本当に美味しいんだわ。がっつり食べようと思います。本当ね、お酒あったらいいんですけど。というわけで、台中でね、ランタンフェスティバルでした。今日からもう台北の方に戻って、ホテルに戻ってお酒を飲みたいと思います。ちょっと結構お腹いっぱいです。台北の方に戻っていくので、台中には戻らない感じです。どっかまで電車で出て新幹線に乗り換えます。電車でですね、ファンフーみたいな駅に今到着しました。ここから、ハイスピードレール台湾の新幹線に乗り換えて台北の方に戻っていきます。あんまり大きくない駅だけど綺麗そうですね。なんか結構もうずっとここ 3,4 時間立ちっぱなしなんで腰が痛いです。なんでまあ今日は早めにホテルにコンビニに寄ってね、買って戻って早めに寝たいと思います。とりあえず北上だと思うんで21時24分ですかね。今日は自由席の方を買いました。10号車から12号車までが、自由席と書いてあります。で時間指定も特にないのでどの列車に乗っても大丈夫みたいです。出てきて昼間はかなり暖かかったんですけど夜は寒いです。当たり前か。普通に日本のお酒も台湾にあってキリンとサッポロと普通にホロヨイとかパイナップルビーでね、コンビニでセブンの前のハイライで買ってきました。お土産も買ったらいっぱいになってしまった。はい、というわけでホテルの部屋に戻ってきました。まあ今日はね、結構台中の方まで移動していろいろインタビューとかもして、まさかの火鍋ではなくトムヤムクンを食べてしまったりとか、一番の目的だったランタンフェスティバルに足を運んでみたりとかして、結構歩き回った一日だったと思います。総歩数は23,887 歩。結構歩いたね。結構疲れた。で、ね、今日はまあ、もう一旦ホテルの部屋に戻ってきて台湾ビール、今日はパイナップル味にしてみました。これ飲んだことないと思うんだよな。あんのかな。すでに甘い匂いがしますね、開けた瞬間から。うまいけど別にビールと混ぜなくていいと思うんだよな。まあ普通の台湾ビールの方が美味しいです。まあ今日一日ね、結構歩き回って大変だったんで、一旦ゆったりして明日に備えたいと思います。明日は、占いとか行ってみたり、あとパワースポットに行く。もうちょっとね、明日も明日で行きたいとこが何個かあるんで、あとあれだ、お土産を買わなきゃいけなくて、前回買えなかったお土産をあげたいなと思ってるんで、なんでそれを目当てに行きたいと思います。なんで今日はこんなところでおしまいにしようかなと思います。ではまた、バイバイ。